変わった指令だな。どうだ、やりましょうか。変わった指令ってことは今みたいになんかぶん殴ってれば勝てるとかじゃないのかな。もうすぐボスじゃん、この感じ。40秒しかないですけど。あー、こいついたわ、パチンコに。あー、でもダメージ入る。時間がねえ、でも。とはいえ、でも いけるか。第二形態とかなければいけるんじゃないか。あ、すげえ簡単に終わった。くだらないトラップだな。何者かが我々を監視しているらしい。言いたくないが、魔界騎士の弱点は時間だ。コウガ、分かってるよな。ザルバは小獣人みたいなことしか言わない。美学にさまよう無双の魂を救え。虚構の空間で魔術師が待つ。面白そうな指令だな、コウガ。コウガ、急げ。ここはノーマル。いやでもなんか雰囲気違うな。ん？どうしたらいいんだ？あ、来た。普通か。あ、でも強めの雑魚敵だ。なんかこいつらを倒せばステージが終わりそうな雰囲気はあるけど、一応念のため温存しておこう。来るかボス。来たー。うわっちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。先制攻撃が過ぎるな。あ、やばい、ちょっと待って。発動できない。危なーい。こいつ。こいつ超強くない？よしよし。まあ、でもガロに交換、いや、召喚したら、ダメージはなんか多分こっちそこまで感じないと思うから。いやでもこいつ多分一番強い。あー、避けられた。よし入れ。よし入った。あと力技。よし、いけるいけるいけるぞ。オッケー。いやー、ちょっと焦った。くだらないゲームは終わりだ。やつは存在自体がゲームなのさ。なんか思ったよりは今のところ簡単よね。気を抜くなよ、コウガ。魔界騎士に休息はないぞ。戦役に振り込みし武者に執念と妬
神のその力、神にあらず。どうする、コウガ。油断するなよ、コウガ。なんか強い敵いきそうだね。偶像。数が多い、数が多い。で、これで、ゲージは溜まったから、殴る殴る。いや、ちょ、いや、これでボスか。いや、いけそうだな。うわ、いやー、違う、そっちじゃない、そっちじゃない。やばい、やばい、戻っちゃった。これもまずいね。やられるしかないんじゃない。いやー、こうなっちゃったらもう勝てないでしょう。あ、でもチェインが入ればゲージは一応溜まることは溜まってるけど、まあ無理だな。ゲーム。じゃあもう一回か。大丈夫か。油断するなよ。でも先に変身しとくか。こいつよ。早い。なんかすばしっこいな。やべえ。なんかやべえ技使ってきた。うえー、ちょっと待って。変身が。あはー、そんな一瞬で解かれちゃうの。うえー、マジか。つまり相手の技食らっちゃったらもうちょっとやばいんだね。うえ、意外と削れるんだよな。意外と削れるんだけど、もうちょっと心もとないもんな。あともうちょっと、あともうちょっとで、あっちゃくったー。終わったー。まだ終わってなかったー。いやー、やべえな。そっか、ガロの召喚が解かれんのが厄介だな。さあ出てきたけど、まあ先になんか大技食らっておけばいいんじゃないかなっていう気はしてるんだ。うん。で、ここで、いやー、よし、入った。あの大技食らっちゃったら終わっちゃうでしょ。よっしゃ、入った。必殺技2個入った。やばいな。
近接しない方がいいのかも。入れ。あー、スルーした。必殺技ない。やばいぞ。いや、強いこいつ。あ、危ない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 。いや、いいところまで行ってるけど危ない。よし、あと数発。やばいぞ、時間がない。いけ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 。やっべ、あぶね。やっば、取れなかった。取れなかったか。あとちょっと、あとちょっと削れば。いやー、削れないか。あとちょっとだぞ。あと一発はもう多分。一発いけ。ダメだ、いけ。あー、マジか。あと一発だった。すげーな。そっか、なんかないか。ひるませ攻撃が必要なのかな。うん、もう一回やろ。よーし。まあ、最初は様子見て、もういきなりすげえやられちゃったけど、まず必殺技をですね、確実に、やべえやつ入った。よし、こっちも決まった。うわ。止まれ。よし、入った。あと一発必殺技決めれれば、やーべーの来た。来い、決まれ。よし、入った。こっから力技だ。半分まで削ってるから、やべえ、やべえ、でもやべえ。やべえのに変わりない。ふぅ。やばい。後ろ後ろ後ろ。あ、必殺技が回復してる。やばい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 。召喚解けそう。あ、入んないかな。入ったな。一瞬入った。ここだ。あー、避けられた。ピンチ。おお、いけいけ。違う違う、ちょっとまずい。さっきよりもよろしくないな。いやー、召喚戻ってしまった。やばいやばい。もうこう、いやー、終わったー。つえー、ふー、あと少しなんすけどね。よーし、こいつめー、あれ、やっべ、いきなり食らった。やーばいっすよ、やーばいっすよ。あ、終わった。終わった。もう終わった。もう変わってない。
あはは、もうザコ倒してチェイン稼ぐ。あはは、あとターン足りない、まだターン足りない。ほい、あー、いったいったいった、危ない危ない、ギリギリ間に合った。あー、避けられたけど、早いと動き遅くなっちゃうんだよな。ロックオンがこうガードと一緒なんで、でも入ってる。今強攻撃入った。いやあ、危ねえ。入ってる入ってる入ってる。いけるいけるいけるぞ。いった。ふう、やばっ。闇が暗躍してるな。道理でここ最近ホラーが多いわけだ。ふう、意外と白熱するね。動くなよコウガ、魔界騎士に休息はないぞ。で、多分新しいカードが出てくるでしょ。人工でしか見たことはないけどね。これ倒、これを違うな。来た。え？え、このなんかボスみたいな人を倒すの？あ、時は来た。危ない。いや、危ない。もう早く召喚召喚召喚。間に合った。やばい。ん？あれなのかな？すぐ召喚解かれちゃうのかな？ゲームオーバー。ちょっといろいろ試さないとな。変身しても攻撃食らったらすぐ解かれちゃうパターンなのか。でもこっちもな、70.3 しかないからな。すごい強いってわけでもなさそうなんだけどな、雰囲気だけ。うん、あー強いわ。一瞬だった、一瞬。強いな、普通に強い。付け入る隙はあるんだけど、いかに早くガロを召喚するかだよね。ちょっと食らってる状態なんだ、スタートが。
開幕決められないのかな。あー、なんかそういう感じでもないな。でも後ろから取れればいけるけど、でもチェイン雑魚で稼がないと危ない。あー、なるほどね。終わったー、終わりそう。雑魚でチェイン稼いでガロに変身しないとどうしようもならないけど、そこまでの間、そこまでの間に敵のね攻撃を止められるか回避できるかどうかっていうステージっすな。ダッシュの練習、ダッシュがガードプラスジャンプボタンだからね。危ない。あーちょちょちょ、まっ あとちょっとだ。うう、危ない。あー、分かってたけどね。で、攻撃食らっちゃうとゲージも減らされる。むずくね？てか初戦でガロ召喚した時に倒せておけばっていう感じがするな。でもちょっと一旦セーブしてさ、モード中断して、オプションで、難易度を、イージーにして、戦ってみよう。まあ、なぜかといえば、強い敵を倒すとかっていうところに、こだわりがないからです。どちらかといえばなんかストーリーを進めたいみたいな方が重きを置きたい。ただイージーにすることで何が変わるのかっていうところ。あ、80秒スタートの体力もマックスだ。ってことは、敵の攻撃力とかは変わんない可能性もあるか。まぁ、ちょっと普通に。あ、ちょっとぬるくなった。あ、ちょっと攻撃力収まってるけど、まずちょっとチェインをそうです、稼ぎましょう。いったいったいった。今が、いっちゃう。めっちゃやられてるけど、あ、これだったら楽しくできんじゃん。ああ、あ、しかも必殺技の回数5回に増えてる。これも楽しいやつだ。もう接待プレイ。おお、あ、超楽しい。必殺技を無駄遣いしてしまった。いけるぞ。ふう。おわっとっとっと。最後の一発が入らない。やばい。よし、入った。
助かる、難易度イージー。まんまとはめられたか。黒幕が重い腰を上げたということだ。ってことは最後は牙が来んの？ガンの称号は伊達じゃない。そんな勝利だったな。新たなゲートの出現だ。おいおい、信じられないぜ。甲賀、過去に覚えのある思念だ。黒幕はこいつに違いない。油断するなよ、甲賀。さあ、相手は誰でしょうか。黒煙。あ、これは雑魚を倒してからパターン。違うわ。あ、強そう。え、全然入らないけど。よしよし、あ、入った入った入った。勝った。なんか隙を作らないとダメなんだ。間違ったー、早いー。今じゃちょっと早すぎると思うんだな、俺は。早くボス来て。来た。魔界騎士の相手は魔界騎士のストーンだ。来たー。あ、硬い。戻された。マジか、予想外。戻されたのは予想外だ。これもう無理やね。まあ生地ほらイージーにしてるからなんか戦えてるけど。あ、ちょっとチェインで溜まった。ちょっと遠いな。よし、避けてカウンターじゃないとな。あ、危ない。戻せるか。やっべ。いや、ちょちょいちょい。でも結構体力は削ってんだけどな、相手の。終わった。強い。魔界騎士の相手は魔界騎士です。よし、今回は温存したぞ。もうちょっと体力削られてから発動しよう。やべえ。なんか奇跡的に前回ちょっと体力削ってたからさ、なんか今回もそんな感じで。うわ、やべえやつ、やべえやつ。ガロー。待て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 、攻撃が入らない、うまく。いやー、必殺技がどっか飛んでったし、もう元に戻った。いやー、まずいですね。相手に攻撃が入りませんね。もうちょっと。
いや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 、入った入った、強攻撃が入るんだ。あー、オッケーオッケー、いろいろ分かった。強攻撃すげえ入る、今更だけど。終わったか、大丈夫か。強攻撃はいけるな。あと一発で死んじゃう。間に合った。まあでも強攻撃ハメがかなり機能してんだけど。やったー、強攻撃ハメが今ハマったね。パターン入った。ガロの英霊は不滅だ。新たな黄金騎士伝説の始まりだな。はい、これで終わりですね。これで魔界騎士の話はひとまず終わりだ。だが魔界騎士とホラーの戦いに終わりはない。またいつか会える日を楽しみに待ってるぜ。暗黒騎士モードが開始されました。牙が使えるようになりました。暗黒騎士モードはまだしなくていいんすけど、このハテナハテナハテナに入ってる500年に一度の災いモードをしたかったんだけどな。暗黒騎士モードはですね、まあ今やったやつと流れは変わらないんですが、
スキル狩りとか言ってね、スキルを狩って、ドレインして、自分のものにして、戦いましょうっていうモードですね。そうか。ひとまず休憩じゃないですかね、ここで。なんでまあ、ガロの攻略、今日で終わりです。というところで、ご視聴ありがとうございました。それでは。